皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、高橋貴子の非常識なハロウィンセミナー&パーティー in 大阪レポート、3年後のあなたに会いに行くということについて語ってみたいと思います。私の一体年間のですね、パーティーのスケジュールっていうのは、およそ春夏秋冬みたいな雰囲気で決まっていてですね、4月が創立記念パーティーですね、4月22日なんで、ここはもう日付が固定です。で、7月が6日が私の誕生日なので、まあそれを一つの節目として、バースデー、まあ感謝祭みたいな形で、こう皆さんをね、もてなすっていうことでやるようなパーティーかセミナーかっていうのを開催していて、で10月はハロウィンパーティー、だいたいこれが今年から大阪と東京と2カ所開催で、今までは東京だけでやってたんですけど、そんなのをやって、だいたい12月の頭にはアーリークリスマスということで、クリスマスパーティーセミナーっていう、だいたいこの4つが大きなところでやっているものです。でこれに加えて出版とかですね、入ってくると出版記念パーティー的なものが各地で開催されるのが間に入っているので、年会何回やってるんだという話はありますけれども、今日はその大阪にピックアップをして、どんな会だったのか、そしてその趣旨と、私が大阪で伝えたかったものをの思いと、それを大阪のメンバーがどう答えてくれて運営してくれたか、そんなお話を今日はちょっとしてみたいと思います。でサブタイトルにですね、3年後のあなたに会いに行くっていうのをお伝えしたんですけれども、3年後なんで3年後なんだっていうことなんですけどね、ちょうどですね、関西のそのセミナー&パーティーっていうのが、東京は主にこう楽しい、本当にパーティーを楽しむっていう作りにしていて、関西の方はもうちょっとですね、学びが強い内容、要は来てくださった方が授業のヒントとかを得て、本当に学んで帰ってもらえる、でも楽しいみたいな、そちらにちょっと比重を置いた、会の作りになっていました。そして今回に関しては今まではずっと私一人で総合プロデュースをやっていたんですけれども、関東と関西に幹事チームを置きまして、その幹事さんたちがどういう会を作りたいかっていうことで、それに合わせて私がそれぞれ統括で見ていくっていう、そういう形を初めて取らせていただいて、メンバーの皆さんが本当に動いていただいたので、私自身が想定する以上にどちらも東京も関西もですね、素敵な会になったなっていうふうに思っていて、私自身もどういう提案してくるのかなっていうので楽しんでいた一つの事情です。でその中で大阪関西の方が、出だしの頃から企画をやっていく上で、そういった来た人に学びを得てっていうことで、実際にうまくいっているというか、頑張って成功してきたメンバーの体験談をやはり入れていきたいということが要望がありまして、そういう作りにしたんですね。私が4月の出版記念パーティーの時にですね、そういったうちのメンバーで頑張った人のお話を、公開披露してくださいっていうことを言った時に、非常に感動したっていうことと、それによってこう自分がね、頑張るエネルギーを持つことができたっていう人が多かったっていうのを言われたのが嬉しかったって感じが言ってたので、じゃあやりましょうっていうことで、今回は7人の方にお話をいただいたんですね。なぜ3という数字なのかっていうと、その私の関西の方をですね、手伝ってくれたメンバーがおよそ3年ぐらいのメンバーが多かったんですね。で彼女たちがその3年前の自分とは今の自分が想像つかないぐらい、もちろん収益とか売り上げも上がっているし、人間的にもものすごく成長したのを、私もずっと間近で見ていて嬉しい限りではあるんですけれども、その自分になれたっていう喜びと、それはどういうプロセスを踏んでそうなっていったのか、今迷っている昔の自分でいるような、そんな人たちにお伝えしたいっていう、うちのサロンメンバーの文化でもあるんですけれども、惜しみなく必要なことを学びたい人に必要な知識を伝えるっていうことを、やりたいっていうことだったんで、その3年のメンバーが主に中心になってやってくださったので、授業3年あるとこんなに劇的に人生変わるんだよっていうことを伝えるっていうことがメインだったんですね。
ですので、趣旨としては、例えば教室運営に行き詰まりを感じていたりとか、あと思うように集客ができないとか、あとは本気で今を変えていきたいとか、あとは行動を、ね、したい、後押しの何か一つきっかけが欲しい、まあ、そんな方を、まあ、中心に励ましていこう、前向きな、ね、オーラを上げようということで開催されたのが関西になります。ですので、7人の、ね、メンバーとかにお話をしていただいたんですけれども、いずれもですね、非常にこう中身の濃いお話が続いていました。まずですね、そうですね、最初にね、お話しした方から徐々にお伝えしていきたいと思うんですけれども、よいしょ。ですね、まあ、久保田智美さんですね、砂糖のいらないお菓子教室の先生ということで、まあ、ゼロからのスタートから満席の教室を作るまでのストーリーということですね。まあ、彼女はもともと元来明るい方で、非常にこう前向きにガツガツ進んでいくんですけど、進むべき方向をきちんと定めて、呼びたい人にきちんと焦点を合わせて呼んでいくっていう、まあ、そういったことを学んでいただいた結果、まあ、うまくいったっていう事例の方ですね。そして、自宅お菓子教室の企業塾のスイーツボックス、松尾美香子先生ですね。彼女は私の、ところにいらっしゃる前にもすでに違うところでも学びを深めている方で、非常にこう緻密にいろいろ計算もされて、きちんとできている方だったんで、私は必要ないんじゃないかなって思ったぐらいによくできている方でした。で、彼女はさらにその上を目指して、自分が苦しんできたその同じような時期の方に、まあ、手を差し伸べたいということで、自宅教室の、まあ、企業塾のその、まあ、ノウハウですね。それのうち、まあ、特にメルマガを中心にどうやっていったかっていうことをお伝えしてくださったのが松尾美香子さんのお話になります。で、魚屋工房の専門教室のミエットドールの庄原さやかさんですね。彼女はもともと満席の教室だったんですね。だけれども、じゃあ今満席になってるけど、この先どうしたらいいんだ、教室運営を、恒常的にやっていくにはどうするんだっていうことを知りたい状態の時に私と出会い、教室の再構築ですね、それを行うことによって、まあ、さらに売り上げを上げることができてっていうことで、彼女もすごく努力家です。緻密にきちんとやるタイプの方で、成果を出したので、まあ、お話をいただいてます。で、あとそうですね、米粉シフォンケーキ専門教室の粉雪さんの、前川さんですね、前川奈子さんで、彼女に関してはですね、もうある意味後ろがないっていう状態で、もともとパンもできるしシフォンもできる方だったんですけれども、いろんなリサーチをした結果、パンよりもシフォンの方がいいだろうっていうことで、私が、決めさせていただいて、で本人もその方向で行きたいという同意を得た結果、シフォンの方の、まあ、特化した、教室を作り直したことで、パン教室の時とは比較にならないぐらい、ブレイクスルーしてバーンと満席の教室を作れたりとか、あとはその地方の教室をやるにあたって、一旦パン教室は停止していただいてるんですね、そこに集中するために。でそういったことも、もう全面的に私の提案を信じてくださって、それでもうがむしゃらにやっていただいた、もっと最短3ヶ月でバッといきなり埋まって、多分その入金額っていうか、入ってきたところの金額だけでもかなりの形で作ることはできて、行うことができた教室さんで、まあ、そのスタートダッシュでガンと頑張れるっていう、それができたっていうのが非常に大きかったかなというところですね。あとは日本で唯一のフルーツコーンパン教室ハッピーベーキング、浩司沙織さんですね。彼女も非常にこうマニアックな方で、技術はすごくあったんですけど、その見せ方が上手にできていなかったということで、
それをギュッと凝縮したその専門技術を専門で欲しい方に、ちゃんとお渡しできる教室にしていこうということで、まあ、2年かけてきちんと下地を構築して、発信の方法とかそういうのも頑張って作っていかれた先生で、地道にちゃんと努力する方ですね。まあ、それによって今は東京、大阪、名古屋、奈良、この4拠点での教室開催ができるような先生になっていたりとかしていますので、まあ、これからまたさらに発展をしていく可能性は高いということで動いていただいてます。で、本格フランス菓子の教室ですね、引き算レシピの本格フランス菓子の教室、シスナズダ、大下香織さんですね。彼女はですね、本当にこう、こちらがヒント1与えると、4とか5を考えて、動き、行動し、成果を出してくる、非常に地道な方と、あと勘がいい方ですね、商売の勘がいい方。ただ1点何点があったのが、自分の評価が自分で低い方でしたので、私がもっとそれは評価されるべき内容でっていうことで、自己肯定感を上げるのを一生懸命お手伝いをさせていただいた方で、今はもう全然自己肯定感と、与えるべき価値と自分ができるスキルっていうのはこういうことになってるんだっていうのをすごく理解できるようになったので大丈夫なんですけど、その調整に3年ぐらいかかってるっていう感覚ですかね。はい。でもすごく今うまくいってるし、きちんと数字を追っかけることができる緻密な戦略もお持ちの先生なので、これからもまた期待ができるかなというふうに思っています。そして、オーラ幸子さんですね。アンドソーのオーラ幸子さん、まあ、情熱ペインター、背景ボードですね、写真とかの背景ボードの、ボード作りとか、あと塗装全般、非常にプロフェッショナルな知識と、非常に高いデザインセンスをお持ちな女性で、彼女も出だしの頃はね、全然いけてない状態で、そこから脱却して、しっかりこう家に自立した状態でお金も入れたいということでスタートしてて、3年かかりましたけれども、ほぼほぼ彼女が望んだ収入と、あと自由な時間みたいなものもですね、だいぶ作れるようになってということで、大きく変わった。その7人のお話をですね、実際にさせていただいて、で、同時に私自身もですね、時間がない、時間がないっていうことで、やられている方が多かったんで、時間管理の考え方っていうのを、ちょっとハロウィンに絡めて、スピリチュアル的な考え方も含めて、時間管理の方法っていうのをお伝えしたという、まあ、そんな感じで、もちろん懇親会的なものもありますから、食事も食べてもらってっていう、非常にこう盛りだくさんな内容の回だったんですね。ですので、関西の方はサックスの演奏ですね、まあ、最近私の定番になってるサックスの演奏は、そんなにたくさん曲数とかは披露することはできなかったんですけれども、やはり皆さんがですね、非常にこう喜んでいただいて、しかも4月から10月までの6ヶ月くらいの間での、まあ、2回目聞くようなうちのメンバーとかも、その成長を見てくださったっていうことは、非常に私としても嬉しいところだったかなっていうのと、まあ、同時にそれは継続っていう姿はどういうことなのかっていうのを、伝えたいっていうのもあって、サックスの演奏をしているわけなんですよね。私は初めて、まだ初心者レベルで、10月の段階で10ヶ月レベルでしたから、ちょっとサボるとすぐに吹けなくなったり、指が動かなくなったりするんですね。これが数年やってれば定着して多分いけると思うんですけど、例えば私はカメラ写真を撮るっていうこと自体はもう20年以上やってますので、まあ、最低でも月に1回動かしてますけれども、そうじゃなくても、まあ、忘れないです、そんなに毎日シャッター切ってなくても。でも一時期本当に毎日毎日写真を撮ってた時期もあったりとか、週に一遍暗室にこもって写真を焼いてる時期とかもありましたので、まあ、そういうバックボーンが私の写真のスキルを支えてくれていたりしているんですが、それと同等のことがまだサックスにはできていないので、本当に10月を迎えるレベルだったとしても、結構練習一生懸命やってました。なので、その姿を見せることによって、継続って大事だよっていうことを
皆さんにお伝えしたかったかなっていうふうに思ったのが、まあ、伝わったのが嬉しい回でしたね。はい、ですので、まあ、ハロウィンっていう一応名前で皆さんも喜ぶし楽しいから、そういうことをやりますしね。私も仮装も好きなので、皆さんにも仮装とかもしてもらっても大丈夫よっていうことで、まあ、とにかくハッピーオーラ満載で、行っていくっていう、まあ、そういうパーティーをすることができてるんですけれども、結果としてこう持ち帰ってもらいたいのが、基本的にはまあ私のどのパーティーもそうなんですけど、明日への活力ですね。はい、本当にこう撤退している方っていうのは、まあ何かきっかけがあってバッと変わる方も非常に多いんですよね。ぐるぐる同じ場所を回ってるだけっていう方もいらっしゃる。これがちょっと違う世界が見える状態の一歩踏み出すと全然変わるので、その一歩を踏み出すきっかけに、まあ、私のパーティーとかを使ってもらえるといいかなというふうに思って、私はいつも運営をしています。なので当然私自身も楽しみますし、まあ、そういった皆さんが楽しんでるオーラっていうのはそのまんま伝わっていくんじゃないかなっていうふうに思ってます。あと今期秋から今までとサロンメンバーの様相が変わっているのが、夏からですね、モニターで男性が3人入っています。まあ、その男性3人もね、準備に大活躍していただいて、非常に、もちろん面談しないと入れていないので、女性ともうまくやっていけるし、女性向きの商品を扱いたいっていうことが、まあ、第一番になっていて、まあ、それが中心で入っていただいてるから、皆さんとも非常に馴染みがいい状態で楽しんでいただけたかなというふうには思っています。なので東京と関西とですね、2つ、まあ、実際に私が総括で見てきて思って、まあ、感じていることで、一番嬉しかったのは、私の主催するその、まあ、リビング企業アカデミーの中の文化会、女神のティーサロンという、まあ、サロンメンバーというふうに呼んでいるんですが、その彼女たちの成長ですね、それを私自身もその会を運営するっていうことにおいて見ることができたっていうのが非常に嬉しかったのと、東京も、関西も合わせてゲストの皆さんがとにかく幸せそうな顔をして帰っていかれる、まあ、お見送り私もしていますのでね、それができたっていうのが非常にこう嬉しかったなっていうところですね。私の使命っていうのは、一人でも多くの女性がですね、経済的にも精神的にも自立していけるようなきっかけを与える、そういったミッションを持った状態で、まあ、いろいろなコンサルティング事業ももちろん1個なんですけど、それから派生する、そういった催し物会っていうのも皆さんに楽しんでいただけたらというふうに思ってやっていますので、そういったものを実際に具体的に実行してやっていただいた、まあ、関東関西両幹事メンバーですね、感謝してますし、あと当日手伝ってくれたメンバーの皆さんにも非常に感謝していますので、とにかくハロウィンセミナーパーティーは私はどちらも幸せだったなっていう、そんな印象です。まあ、例によってなんですけど、関東も関西もですね、大概終わった後打ち上げ飲み会が続くんですよ。2次会3次会、大概私4次会まで行くので、大概ヘベレケになってですね、ホテルに帰ったりとか自宅に帰ったりとかっていうことで、毎度何かがなくなってたりとかすることは、帽子がなくなったりとかですね、傘がなくなったりとか いろいろあるんですけど、今回はラッキーなことにそれはなくなっていなかったんで、楽しいのはいいんですけどね、もう少しこう、そのあたりまで最後までね、意識を持って できるようになったらいいかなっていうふうに思ったりとかしています。また皆さんも、まあ、来年にはなりますけれども、面白そうだなとかって思ったら、またぜひ一緒にご参加して弾けていただければなというふうに思ってますので、来年またお会いしましょう。それでは。